俺結構ね、うん、風立ちぬ好きだったのよ。絶賛してましたね、うん、そう、風立ちぬねポイントで何がいいっていうとね、はい、オタクはオタクでいいんじゃいっていう、うん、人は好きなものだけやっていいんじゃい、時代関係ねえ、国連脱退忘れる忘れる忘れる精神で好きなもの作って、それがたとえクレソン食いながら忘れる忘れるって言いながら、自分が作ったもので何万人が死のうか関係ねえっていう人のエンジニアの叫びをアニメーターが作った。つまりアニメを作ることによって喜ぶ人もいれば悲しむ人もいたはずだ、関係ねえ俺はこれがやりたかったんだっていう個人の遺言だったんだよね、あれ。ただこういうさ傑作をさ書いてさ気持ちよく引退したかったと思うんだよ、うん、ただクリエイター魂、自分は生きて何かしたい、うん、そして何か書き始めたらやっぱりやりたいってなっちゃうっていうところも俺は好きなんだ。ただしみんなが待ってるものとこれから宮崎さんが作るものがどれだけ悲しい距離があるかっていうのはもう作る前から分かっちゃってんだよ。毛虫見ちゃってる段階で、要するに毛虫作ってる段階でもう一回生まれたいんだよ、あの人卵大好きだからね、卵からいっぱい孵化するんじゃバーってポニャーみたいなさ、あえてさなんか新しい生命がわーって吹き出すのが大好きなんだよあの人、うんうん、でそれはそういう過去があったから、うん、生命に対する何かあるんだよ、そして母なんだよ。でみんながでも本当に見たい映画って言ったらやっぱり、ナウシカでありラピュタであり、はい、せいぜいもののけぐらいのものをみんなが待ってるわけだよ、うん、そしたらさもうさどんだけ頑張ったってみんながっかりするんだよ。でこれはさ黒澤明が最後に撮った夢とかあのあたりのさ映画もそうだけど、おじいちゃん映画っていうジャンルがあんだよ。それはさ大監督が最後に作る映画ジャンルっていうのを早尾に作らすなって話なんだよ。それはいくらかは儲かるよおじいちゃんだから、うん、だけどそれは遺言になっちゃうんだよ。でノスタルジーと遺言なんでそれやったじゃんって話なの。やったで、あとは下手するとメッセージ性が強くなりすぎてお説教っぽくなってしまうのと、あと嫌なノスタルジーにあの頃良かったって入っちゃうんだ。だからもうさそんなんみんな待ってねえよなっつって、うん、だったらナウシカ撮ってくれよって本音で思ってんだったらみんなでナウシカやれデモっていうのをお前武蔵野でやればいいじゃないか待ってるのはナウシカだってやればいいじゃん結局でもそんなふざけんなって話じゃん、うん、で結局さ最終的にさこの、宮崎さんがさ長編撮ったとって、うん、必死で頑張るよ、うん、新人アニメーションを募集して、うん、でそこでまあいろんな人たちが伝統芸の継承があるわけだよ、うんうん、職人養成があるわけだよ、うん、で箔付けになるよね俺は宮崎さん最後やったから、うん、いいところもいっぱいあるけど最終的には興行的なジャッジにさらされて最終的に宮崎さん痛い悲しい思いをする、うん、そして日本が大嫌いになっていく、アニメが大嫌いになっていく、うん、忘れられる忘れられるあ忘れられる方に忘れる忘れる忘れられるみたいな感じになっちゃうじゃん早尾が、はい、お前そんなことさせんなよらって話なんだよ俺としてはさ。だったら一番いいのは何かっつうと助けられるやつは数人います、はい、一人は大塚康夫さんです。大塚康夫とジョン・ラセターです。出た、うんはい、あとあなたの好きな鈴木さんもそうですけど鈴木敏夫さんの話は、ね、いいとして、うんはい、ナウシカの話宮崎さんが知ってさ継承っていうのをさ出られる時代っていうのは80年代前でぐらいで、うん、実際に悲劇が現実になっちゃった時にあんなもん作れないって言ってからナウシカ作れないんだよ、うん、で彼自身本当策がないんだよ本当は。だったらさこういう時はさ彼を被害者にしてしまった方がいいと思うんだよね俺ね。もうね拉致ですよ拉致。ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーと一緒で、はい、もう宇宙船さらってでディズニーを置くと、そうするとそこにはジョン・ラセタが待ってるんだよ、うんうん、早うみたいな無言の一緒に組もうぜみたいな、うんうん、忘れる日本の興行忘れる鈴木敏夫忘れる敏夫も忘れるやっぱりそう問題は敏夫がそうなると黙っちゃいないですから。黙っちゃいないです、ね、そしたらもう今言ってるジョン・ラセタっていうのはディズニーのボスでありピクサーのボスですから、はい、そして早う信者ですから、はい、そして早尾の友達ですから、うん、で早尾が物を作る時にラセターに見せられるかなって思いながら作るから、うんね、ラセターのために作ってるようなもんなんだよ。そのラセターが早尾俺のために作ってくれよ全部忘れる、うん、その時に年寄りに伝令が行きます、うん、すいませんあの早尾さんのために一番よく分かってくるあなたが、うん、メンタルトレーナーとして、うん、ディズニーに入ってもらえませんでしょうか鈴木さん。おもう早尾のことなら任せろって鈴木さん持ってるから、うんでもう待遇よくディズニースタジオに鈴木敏夫合流ですよ、はいはい、でなかなかいいチームできたでしょ、うん、そしたらラセターと組んで一緒にストーリーボード書いちゃう。で、うん、宮崎駿の映画の作り方っていうのは基本的にストーリーボードをバーって書いて、うん、後付けで物語作っていくパターンだ、うん、へえ、うん。これはピクサーお得意技、ピクサーもストーリーボードやってて、うん、ここちょっと矛盾あるよね、うん、みんなで考える、うん、こういう場に宮崎駿を置いてみどうなる。
孤独じゃなくなんだよ。でみんな CG は得意だけど手書きできないんだから、うん、もう一人ヨーダが来ちゃいましたって。あーそうなっちゃう東洋からヨーダが来ちゃいましたと。で鈴木大拙っているじゃない、はいはいはい、要するにアメリカに善を伝えた男、はいはい、でそのアメリカに善を伝えた男、影響を受けた人間がルーカス・スピルバーグ、そしてスティーブ・ジョブズですよ。おそうだから早尾に言うんです、もう一度大拙になってもらえませんか。なるほどね、21世紀の大拙になってもらえ、そうです、はい、そしたらもう早尾やる気満々ですよ。それしょうがねえなって話になりますよ、うんうん、この体制を作った時に、うん、早尾が要するにアウェイに放り込まれてる。そうですね。で無茶振りされるわけ、うん、だけど憧れの人がいるわけ近くに、うん、で尊敬されてるわけ、うん、これはいカリオストロ作っちゃいます。どういうことどういうことどういうことあこのカリオストロの城っていうのを作った時、最初やるのは大塚さんがやる予定だった。大塚康夫さんが、ほう、大塚康夫さんといえば、まあ、アニメの大家だよね。ああはいはい、ルパンの最初のシリーズを、投げられたシリーズを引き継いで、で高畑さんと宮崎さんを引き連れて、あのルパンのファーストシリーズで奇跡のような名作を作ってからの後に作んなきゃいけなかった、カリオストロ、うんうんうん、ちょっともうやだなってなって、もういいかなってなって、うん、ちょっと早尾やれよって言われて、うん、僕すかって言った早尾が作ったのがあのカリオストロの城なんで。なるほど。だから俺はラセーターに大塚やってもらいたいわけよ。ラセーターの途中でチューブラリになってる企画をちょっとさ、早尾さんこれやってくんねえかな100億出すからさみたいな、うん、ディズニー資本だからね、うん、ありでしょ。そしたら何その日本のアニメーターブラックだなんだとか言ってつまんないこと叩かれてるおじいちゃんが一気にお金のことは考えなくていいんですよみたいな、うん、What's rare ですよこれこれミラクル起こっちゃう。よく出てきます。最後に一つ言いますけど、うんうん、僕のリクエストあります、はい、何を書いてほしいか、うん、何でしょう。あのね、俺ね宮崎駿名言集いっぱい見ててね、はい、特に好きなのがね、はい、NASA を批判してるやつなの。でね、あ NASA はねすぐね火星に住むとかバカなこと言い出すじゃないとか言って、うんうんうん、あんなとこすね人行ってどうすんだって、そんなことよりもサハラ砂漠に住めよって話じゃない、うん、サハラ砂漠で人が幸せに住むようなことにお金使った方がいいに決まってんじゃないかって、なのにすぐに外に行こうって、これってさ古い女じゃなくてさ常に新しい女がいいって言ってんだよねっていう発言を早尾言ってんすよ。なかなか鋭いしてる、うん、NASA を批判する少女の話見たいよね早尾のそして最後に言われたいよね、アメリカ人がそれを見るわけだよ、ディズニー作品として早尾の監督、はい、そして NASA がやってることってちょっと違うんじゃないですかってメッセージをバーンとして最後に俺たち言いたいよね、はい、盗んだのはアメリカ人の心です。ありがとう、すごい、ありがとう、ありがとう、さよなら、さよなら。それで果たしてアメリカ人の心が盗めるのかちょっとまあ、面白いと思ったらな。